アイオワ州でビルの一部が突然崩れました少なくとも2人がビルの中に取り残されているとみられていますが崩壊する危険があり救助作業は難航しています先月28日日曜日午後5時ごろアイオワ州ダベンポートで築116年の6階建て居住用ビルの一部が突然崩れ落ちました 崩落直後、8人が現場から救助されましたが、3人と連絡が取れておらず、そのうち2人はまだビル内にいるとみられています。災害救助犬、ドローン、体温を探知する熱画像装置などを使った捜索が行われましたが、生存者は見つからず、当局は30日火曜日にビルを解体すると発表しました。 しかし崩落から24時間以上が経過した29日月曜日の夜4階の窓から住民のリサ・ブルックスさんが助けを求めはしご車で救出されましたブルックスさんはビルの崩落直後一度は外に逃げようとしましたが逃げられず部屋のバスタブの中に避難していたということです私は本当に

まだビルの中にいると見られるライアン・ヒッチコックさんの親戚は一方、もう一人ビルの中にいると見られるブランデン・コルビンさんの家族は。

捜査当局はビル崩落の原因究明を急いでいます。